皆さんこんばんは、シューです。えー、今日もお昼間に1、えー、本ね、えっ、ー、と、ゼニスのスポルトを載させていただいてます、えー。もう早速コメントを先輩からいただいてます。ありがとうございます。えー、今日はね、あのー、もう1本取っておこうと思います。で、もう今はもう出てるんですけど、モーリス、えー。こちらを今日させていただく理由、まあ先にもっとね、しなければならないものもあるんですけども、えー、今日先にさせていただく理由は、今日8月15日、 あの終戦記念日ですね今日はなので終戦記念日ということもございましてまあそういうものにちなんだっていう言い方はちょっとおかしいのかもしれないですけども、えー、そういうことの歴史を重んじるという意味で今日こちらをもう一本載せさせていただきたいと思いますであのその前にちょっとね <coughs> こちらですね、この、デニスのスポルトをのしたんですけども、先ほどちょっとね、こちらのストラップに変えました。うん、なんかちょっとこう、もう一本の方がね、この前、今日先輩からその方ももうメールいただいたんですけど、こういうね、デニスのスポルトに黒の、こういうパンチングレーザーを合わせてみましたっていうことをね、おっしゃって。 あの僕が言ってて、それを参考にされるっていうことで、あの、黒か茶色か悩んでるんですよねっていうことでした。えっと、オメガのシーマスターっておっしゃったかなに載せられるっていうことで、僕も多分それのーマスター持ってるやつと同じかな。まあ、C マスターめちゃくちゃあるので、わかんないんですけど、あの、僕が、違うよいしょ。 いるシーマスターはこれなんですね。シーマスターデビルですね。うんなので、こういう感じのもしかしたらものに合わせるのかなと。まあ結構ケースが似てるじゃないですか。こういう感じで。ね。なので、例えば黒を合わすとこんなイメージですよね。こうシックな感じになりますね。うん。で、こちらにブラウン。まあ茶色もいろんな色があるんですけどね。合わせるとちょっとこんな感じ。 ちょっとオシャレな雰囲気になりますよね。いう形で、どちらか悩んでらっしゃるっていうことだったので、この前に出してね、ちょっとお見せしようかなと思いました。で、あの、今日はね、大事なのは、大事なのはっていうか、これなんですけども、抽選記念日ということで、こちらをさせていただきます。で、こちらの方にはブロードアローというものが入っていまして、この前違うものでも、えっと、ウ,ォッチアンウエストウォッチアンドカンパリーか何かの時に言ったと思うんですけど、 ブロードアロー、よく矢印のマークですね、が、まあ、ミリタリーとかお好きな方は知ってらっしゃると思うんですけど、よく入っている文字でこう、まあ、模様でございますね。で、このブロードアローも、ある先輩が、まあ、ある先輩っていつもの先輩ですけど、調べていただいてまして、イギリスの寛用物、まあ、軍の所有物にあるこのブロードアローというものがあります。で、その歴史は古くて、 1585年の兵タイプ、まあ軍の後方で、まあ、うんと軍で使うものとか、そういうものの、えー、補填をしたりとか、輸送などに当たる機関があるそうなんですね。それを兵タイプというらしいんですけども、こちらの共同長官であったフィリップ・シドニー卿が彼の家紋であったブロード・アローを入れたことが始まりなんだそうです。 1585年、豊臣秀吉、安土桃山時代ですね。って言うとすごいっすね。なんか安土桃山時代とこういうブローだろロって繋がらないじゃないですか、絶対に。なので、す、すごいこう古い伝統のある家紋なんでしょうね。で、こちらを入れたことがすごくこう伝統になってるんだと思うんですけど、 私のものにはこのブロードアローが入っています。なので、イギリス軍所有物ということで間違いないかと思います。で、こちらモーリスの ATP56961 という形のもので、この ATP は今日もちょっと言いましたけども、アーミートレイドパターンということで、軍の所有物ですよということを示す ATP。こちらの文字が刻まれております。で、ケースの大きさは32.8ミ、mm、リ。 ケースの厚さは11.8ミ、mm、リ、ラグドゥラグは39ミ、mm、リ、キャリバーはモーリスの102分の1というキャリバー、手巻きを積んでございます。こちらの方が成功の、ね、手本となったことで有名だということで、えー、第二次世界大戦中のイギリス軍用時計で間違いないかと思います。で1920年代に成功が手本となったことで、成、え、功、ー、の 手本となったことで有名なモーリスキャリバー。こちらの、えー、モーリスのキャリバーは成功が手本にしたんですね。なので非常に有名だということでございます。で、太平洋戦争で使用された日本軍のモデルにもこのモーリス型という機械が見受けられるんだそうで、えー、かなりね、影響を受けたキャリバーかと思います。で、私のはこちらのイギリス軍、陸軍。 ロイヤルアーミーに採用された裏蓋にブロードアローが刻印があるもので、イギリス陸軍が使用したものかと思われます。で、そういうことで ATP というものがあって、固有番号の56961という文字が入っているというものになります。あの、<laughs> 修繕記念日をね <laughs>、僕はね、あの50歳で4 0歳。 昭和49年、1974年生まれでございまして、あの、戦争というものを僕は授業として学んだことしかないんですね。で、あの、広島の原爆の,あの平和の通りに、僕、その当時、修学旅行の時に学級委員長っていうのをしてまして、あの、代表という形で学校の代表で、修学旅行の時に選抜鶴をね、あの、 慰霊塔にかけさせていただいたという経験がありまして、あのそれを見たからといって、その当時、僕はやっぱり子供でしたしあの、原爆資料館というところも行かせていただきましたけども、ただただ怖いでしかなかったという記憶でございます。で、実際私の父のお父さんは戦死しております。なので、あの軍服姿のね、写真がちょっと残ってたりはするんですけども、 だからといって、戦争をどうのこうのっていう感じで、あまり深く考えたことはありませんでしたし、実際、今の生活で、まあ、戦争どうのこうのっていうことは、あまりね、今でも世界でも、この前、フランスのオリンピックは終了はしましたけども、閉幕式ということで終わりましたね、でトム・クルーズさんが出てきて、次、アメリカにつないでいくっていうね、あの動画が出てましたけども、あの、 どうなんでしょうね。いろんな僕、あのミリタリーとか好きであの、プラトーンから始まってあの、フルメタルジャケットとか、プライベート・ライアンとか、非常に有名な映画があると思うんですけども、たくさんああいうね、あのバンド・オブ・ブラザーズいうえ、えっと、ものすごい長いやつも全部持っています。で、まあ、僕の時代なんであの DVD という形で僕は揃えたんですけども、バンド・ブ・ブラザーズとかも持ってますし、 あのブラックホークダウンとかねまあブラックホークダウンはちょっと違うんですけどああいう戦争映画が僕昔からまあまあ好きでっていうのは実話に基づいたっていうところの映画が僕すごい好きなんですねなのであの本当にあった話フィラデルフィアって知ってますかねあのトム・ハンクスさんが主演されてデンゼル・ワシントンさんが一緒に主演されてるんですけども エイズの病気で解雇になってしまったっていう話なんですね。それもまあ弁護士が戦っていくっていうので、弁護士役にデンゼル・ワシントン。で、エイズを、えっと、患った人にトム・ハンクスというね、感じで。で、その人の恋人組にアントニオ・バンデラスさんだったかなだったと思うんですけど、そういうこう、実話、あれ実話なんですね。うん。で、そういう実話に基づいた話っていうのに、昔からすごいこう、映画っていうのは興味があって、 いろんなその実話っていうものをすごくこうそういう映画をね見させてもらう機会が多くてですねこんなことが本当に昔にあったのかというような感覚を得れるので勉強になるって言い方ちょっとおかしいですけどなんかねすごくこうそういうストーリーがある映画に惹かれるんですよ。ででプラトーンを見た時は僕衝撃的で あの前にもちょっと言いましたけど、プラトーンのセリフをほぼほぼ言えるぐらい、僕、も何回も見てて、今でも見るんですよ、僕、プラトーンは。で、あれにもね、ジョニー・デップさんが出てるんですね。あの時全くの無名で、通信兵という役で、あのジョニー・デップは出てまして、その時のヘルメットにね、その当時、本当に付き合った彼女の名前を書いてるんだそうで、そういうこともね、なんかこう知ったりして、ああいう,こうベトナム戦争っていうものを知ったりとか、いろんなものをね、見てきたんですけども、 硫黄島とかねいろんなものを映画こういう戦争映画見てきましたけどこれは今戦争は僕がいてる国例えば日本であったりとかもそうだと思うしまあ起きないよって思ってる安心感があって怖いねとこの人たち怖かっただろうなとかいろんな思いが簡単にこう湧き上げてきて簡単な思いでね見れるものだと思うんですけども実際に今世の中で戦争っていうのは起きていて。 実際に亡くなったりする方がいて,てこの前も小学校か何かが爆書きされてねなんか亡くなってらっしゃいましたよねなので今でもそのリアリティとして戦争っていうものを目の当たりにしてる人たちがこの世界にはいてるんですよねなのでそういう中で僕はこういう時計っていうものの分類でこの世界の戦争に触れさせていただくっていう機会をいただいてるんですよなので今日は千万ね終戦記念日ということで あのすごく有名なねあのラジオの放送が皆さんも知ってらっしゃると思うんですけどもあれをその当時聞いた人はどのように思ったんだろうなとかでそういう時に時計っていうものはどういうふうに使われたんだろうなとかどういう思いでここう作られていったんだろうなとかいろんなことを思うんですよねでそれを深く考えすぎるとダメだと思うんですようんそれはまた違うことだと思うし僕はそういうふうな学者でも何でもありませんので あの楽しいことは楽しいかっこいいものはかっこいいでいいとは思うんですけどねそこはありきってそういう気持ちでいいとは思うんですけどでもそこにはそのいろんなこう歴史があってまあ先人たちの苦労があってあの僕たちが今あるんですよねで実際このモーリスに関しても第2次世界大戦イギリス軍の陸軍に配給されたことが分かっているので本当に戦争に行ってきた時計なはずなんですようん なので、これをもともと本当に所有していて腕に回した方が今どうしてらっしゃるのかということも僕にはわからないし、もしかしたら、ね、この時計をつけたままっていうこともあるかもしれないじゃないですか。いうこともいろんなことを思いを持った上で、ミリタリーウォッチ、かっこいいというふうに言わせていただきたいなと思ってるんですよ。 実際かっこいいんですよ、ミリタリーウォッチって。で、ああいうミリタリージャケットとかもそうだし、かっこいいんですね。本当に機能性に優れていて、機能性が形になったものを、今のあの、ぶっかぶかの服とか、僕大嫌いなんですよ。もう機能性じゃないでしょ、あれって。もう見た目重視、見た目の感じじゃないですか。例えば、生地とかのこともそうだし、なんか通気性がいいとかね、いろいろ大事なんですよ。今の時代のそういう服装は大事だと思うけど、それはそれで流行りだしね。 いいと思うんですよ別にそれを着てる人をどうのこうのとかそれがダメだとかそういうことじゃなくてでもその当時の例えばミリタリーグリーンのグリーンという色はなんでグリーンになったんだとかやっぱり意味があるんですよねうんタバコを例えばねあのタバコ僕タバコちょっと吸いますけど、えー、なんかちょっとなんかないかな、うん、まあ何でもいいんですけどねタバコこう持つじゃないですかで こう持ってこう吸う人っているでしょう。こう。こう隠してこうね。これも実は戦争からなんですよ。この火の光を外に漏らさないために反対に持って火を隠してタバコを吸ったんですよ。うん。こう、こうね。わかりますこう吸ったらこう火って隠れるじゃないですか。でもこうやって持って吸ってると火がポーッと赤くなりますよね。いうことで。 相手の国の国人たちに敵に敵発見さですね。こうやってなのでタバコの持ち方でこういうふうに隠した持ち方がちょっとこう格好をつけた感じであると思うんですけど実は違うんですよね。っていうこともいろんなことをまあ深く勉強していくとそういう歴史ってすごく面白いって言い方は駄かもしれないけど本当にいろんな意味合いがあって物って作られていったりとかすると思うんですよね。 うん、なので、フライトジャケットもそうだし、タンクジャケットもそうだし、ああいうまあブーツなんかもそうだと思うんですけどね。うん。だからそういう人たちの思いを、今日はやっぱりね、終戦記念日ということだったので、今日もう一本ね、撮ろうと思ったんですけど、何するかなと思ったんですよ。でも今日はね、このモーリスを先にしていきたいと思います。なので、今日は手袋してません。当然、もちろんキャリバーはお見せしていきます。でちなみに、ここにはこちら、ミネルバがついています。 かっこいいいいでですすねねかっこいいんですよ、ね、いきましょう。モーリス。こんな感じ。で、あのー、先ほどお見せしたときとちょっと文字盤が変わってると思います。っていうのは、この薬を取られたところをもう少しぼかしてやろうと思ってね、実は少し僕自分で削ったりとかしたんですよ。うん。あまりにもなんかこうひどく適当に取られた感があって、僕それね、なんか嫌だなと思ったんですよ。 うん、なのでちょっと自分でねあのケースを開けて少し削ったりとかしてまあやれ,やれ感を出したというかねいう感じでこういう感じにちょっとしましたでもちろん針にも薬王のものは付いてないしこことかだったらスイスメイドって書いてたそのとこに、ね、真ん中に多分何かあったんでしょうねいうものも削られていますただ見てもわかるんですけどもこのねアラビア数字はきっちり残ってるんですよ で、かなりしっかりしています。後でお見せするんですけども、こういうところがこうミリタリーウォッチなんだなというところがありますので、お見せしていきたいと思います。で、ケースはもともと多分こういう風なね、メッキ塗装が入ったシルバーだったんだと思われます。ただ、もうね、見てください。傷がもう入りまくってね。もう、もうね、ボロボロ。 ザラザラなんですよ。で、ここ。ここ見てもらったらわかるかなよいしょ。あちょっとなんかちょっとボケるけど、これね。溶接されてるんですね。この当時の軍用時計、イギリス、特にイギリスのこの ATP というものに関しては、すべてこういうふうに溶接されてるんだそうです。なので、簡単にね、こうゴリゴリと、まあ、不服前進されたりとかね。 まあ、ジャンプするなり走ったり、もういろんなことをされると思うんですけども、そういう時に簡単に手、ね、ストラップが取れないということで、こういうふうにがっちりと溶接されていると。なので、歪みまくっています。ここ。もうボコボコに歪んでるんですよ。これでもちょっと直したんですよ、これ。うん、でも直しすぎてなんか溶接取れたら嫌だから、あの、ほどほどにしましたけども、こういう感じでね、がっちりと溶接されてるんですね。 なので、おしゃれなストラップなんかが付くわけがない。NATO、えー、ベルトしかつきません。で、大事なのはここですね。ここ。ステンレススティールバッグ、スイスメイド ATP56961 という形に入っています。こちらの方は固有番号。ATP の、えっと、アーミートレードパターンのこちらの固有番号が入っていて、 ブロローードアローこちらの方に矢印が入ってございますこんな感じでございますねどうですかこんな感じですねあの言い方悪いんですけどねかっこいい時計ですよねこれぞ戦ってきましたと うんいう感じの時計でまた新たなこういう時代に僕の手元に来てくれて、えー、全くそういうことの心配のないっていうね全くと言ったらちょっと言い方はあれかもしれないけど心配のない世界でまたこうやってね時を刻んでいくんですよねこういうことにねきっちりとした思いを馳せながら僕はこの時計を大事にしたいなと思っていますでもうごちゃごちゃうんちく垂れずに裏,ぶ裏蓋開けろよっていう話なんですけど ちょっとね開けやすくもしてますのでよいしょ開けていきますで先にこの裏蓋のケースなんですけどなんかねなんか文字がねちょこ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 掘られてるんですけどちょっとね意味が分かりません何が彫られてるかわかんないんですけどもこういう感じにペルラージュが入っている裏蓋でこういうふうにねねじ込みになっていましてスクリューになっています ただ、こちらの方にここにパッキンを挟み込むという余裕はなさそうです。でもね、これもね、なんかね、普通のこのぐらいの大きさのケースに比べるとしっかりした重さがあるように僕は思うんですよ。なんか分厚いような感じがする。うん。なので、もう少しこう強度を持たしたという感じなんでしょうか。あの、しっかりした重さがあるように僕は思いますね。こんな感じ。これが裏蓋でございます。で、キャリバーですね。よいしょと。 モーリス16ジュエル10の2分の1これ17ジュエルとかもあるみたいなんですけど僕のは16ジュエルでしてございました10の2分の1スイスメイドという形でこういうチラネジが入っていて本当にね頑丈な作りをしてるんだなという感覚でございますでこれねさっき僕あの文字盤をちょっと取るのに 文字盤をあするのに、このネジを緩めて、ーズを取って、この塊、これ、これね、なんかね、鉛みたいなやつの塊なんですよ、これ。いうのがここに入っていまして、このキャリバーをぐっと支える形で、えなんていうのかな、こう、カタカタならないようになってるというか。 もしかしたらここに本当はキャリバー止めのネジが必要なのかもしれないんですけどもここはちょっと僕資料を見ながらもしそれが付いてるようであれば僕もちょっと付けていこうかなと思ってるんですけどもこういうねめちゃくちゃこっついね鉛みたいな名なんだろうなこの素材こんな音のするもの えー、ゴムとかではありません。かなり硬い塊のものが入っていて、そちらにキャリバーをグッと押し込んで、ロックするという感じでございました。どうですか非常に頑丈な作り。で、チラネジで、ちゃんとまあ F と S、こちらのね、 えっと換急器がついているんですけどもなかなかしっかりしたねこう手巻きで巻いてしまうところとかのこのプレートですねこここのプレートはものすごいしっかりしたもので作られてますめちゃくちゃごついんですよやっぱり作りがでもこういうとこの角のね研磨とかすごく面取りは綺麗にされてまして そんなに見た目がね、すっごい綺麗なキャリバーですよねとか言うんじゃないんですよ、これ。でも、なんか頑丈そうだなっていう感じに思って、そういうところがね、やっぱりま第2次世界大戦 ATP に所有されたということで、まあそういう意味もあるのかなという感じが、ちょっとまあ見て取れるようなキャリバーの形ではないかなと思います。で この辺が、ま、どのぐらいのその防水性があったとか、全くちょっと未知ではありますけども、ねあのぐらいの裏蓋のスクリューでは,では水が入るとは思うんですよね。うん。なので、その辺でね、どのように、ま、あその退処されたのかとかわからないですけども、こんな感じのね、かっこいいキャリパーしてるんですよね。もうあの、頑丈ですっていう感じ。 で逆に言うと、ものすごく頑丈に作ってて、当然今の時計に比べると、すごく単純な作りをしてるはずなんですよ。うん、まあ、この単純っていう言い方が合ってるかどうかわからないけども、逆にそれが潰れにくいと、壊れにくいという理由になって、今でもこんな風に、めちゃくちゃ元気に動いてるんですね。こういうところがね、なんかこう、 何て言うんでしょうね。うん。あまりにもこうね、複雑にならなくても溶けていいんだろうなっていう感じもしないでもないですね。僕なんかこういうシンプルなデイトなスとかが好きなので、あの、これなんかもう最強にシンプルでかっこいいですよね。でも、これ、まあまあ重いっすよ。うん。やっぱここのね、塊。キャリバー自体はそんなに大きくはないと思うんで、この塊はね、 まあまあな重さがあるんだと思うんですよでこれかなりしっかりした重さを感じる時計でございますちょっとね締めていきますねどうですかあのねえこういう終戦記念日という時にこのような時計をねさせていただけるっていうことに僕はあの意味があるかなと思ってはいるんですけどね まあどのように皆さんが思われるかわからないですけども、モーリス、かっこいいね、時計ですよね。うん。めっちゃ調子いいですよ。もうものすごい頑張って動いてくれています。なので、こちらの方はね、もうもうむちゃくちゃ大事にしていこうかなと思ってて、で、こちらの方にはレザーストラップのね、ああいう NATO の系のレザーのやつがついてたんですけども、まあまあ硬くなってしまってて、 あのさっき油も入れてちょっと様子は見てるんですけども今はとりあえずはこういうね僕の、えー、自分でこうエイジングさせたナトーストラップをつけようかなとでこれね18なんですねこのナトーストラップはで18なんですけどもどうやらこの時計のラグ幅は19ぐらいあるんではないかなという感じちょっと ちょっとだけこうやって開くんですよ。これが、ラグが歪んだせいなのか、何なのかというのは分からないんですけども、まあ、もうどうでもいいかなという感じ。もうね、あの、素晴らしい。うん。これは手にしてよかったなと思いますね。うん。なんですけど、やっぱり夜行針のところはやっぱり気になったりするので、もう少し、えー、状態のいいものというかね、 を探してももいいかななと思えるものなのでこのモーリスはもうう少し探し探ててみようと思っています、うん、でもこれがね、僕が今探してたやつって一番このモーリスの ATP と入ってないものとかはあったんですけどやっぱりこのモーリスってなると ATP と入ってほしかったなと思うしまあ今後もその ATP と入っているものよりは何個か僕探し当てててもっと何て言うんだろうな あの昔のあの六何角形オクタゴンみたいな形の ATP とかもあるんですよなのでそういうものとか多分シルバーケースかなんかだと思うんですけどそういうものもちょっとまあ見させていただきながらうんまあ考えていきたいなという感じでございますこんな感じかっこいいでしょもうねすごいんですよこれうん めちゃくちゃ頑張って動いてるんですよ。で、これをちょっと今から僕の手につけていくんですが、ミネルヴァも、よいしょと、もうね、むっちゃくちゃ調子いいっすよね、ミネルヴァくんね。で、これミネルヴァね、僕あの、クリスタルをね、磨きまくったんですよ。ちょっと今、指紋とかついちゃってるけど、磨きまくって、ちょっとね、視野性が良くなりました <laughs> ちょっとだけねちょっとだけ視野性が良くなってなんとか時計として使えるぞっていう感じになりましたかっこいいですねでもねミネルバに比べるとねこのモーリスちょっと大きいんですよねまあまあしっかりしてますよこのモーリスって大きさがうん重いしねもう全然ミネルバに比べても全然重いんですけどもそういうところもねまあいろんなものがあるんでしょうけどもちょっとこのモーリスをつけていきたいと思います トラップに関してはもう少しね考えていっても面白いかなとは思ってるんですけどまあまあやっぱりね一応そのがっつりミリタリーっぽい感じでは言いきたいなと思いますねじゃんどうですかちょっとこういう距離からいかせていただきますこんな感じですねかっこいいでしょかっこいいんですよ こんな感じですモーリスミネルヴァもそうですけどもこのモーリスもそうなんですけども見つかるってもねもうほぼほぼがこういうケースの状態ではあると思うんですねそういうところはもうね当然そういう時代を生きてきた時計なのでそれが当然かなと思うんですけどもそれでもやっぱり価値観っていうものがあって。 ままあまあやっぱりお高い値段がついてるものが多いかと思います。なので、あのすごく簡単にね、ちょっとこう出せるっていう値段じゃないと思うんですよ。ケースの状態とかいろんなことを考えるとね。うん、同じ値段したらもっと綺麗なね、ヴィンテージってあると思うから、その辺で、ね、その価値観というのはそれぞれだと思うんですけども、僕はね、あのこういうミリタリーを最近やってきて、やっぱりこうザ・ミリタリー、リアル・ミリタリーっていうものを手にしたいなと。 思っていたので、ミネルヴァ。で、こういうモーリスという形で手に入れました。今後もモーリスはね、ミネルヴァもそうですけど、もう少し探してみたいなと思っていて、あの、ジェネックスっていう時計をご存知の方いらっしゃいますかね。ロレックス、有名ですよね。チューダー、もしくはチュードル、有名ですよね。 あの昔ロレックスっていうのはロレックスウォッチカンパニーという形でいろんな時計のブランドを持ってた会社なんだそうでその中にねジェネックスっていうのがあるんですよでこちらのジェネックスも手に入れましたのでケースボロボロなんですけどもあのいわゆるオイスターケースのような形をしてましてあのちょっと面白い1920何年からとかいう感じのねジェネックスの歴史ではあったんですけどもえこちらの方もね 木、えー、次第また皆さんにお見せしたいと思いますのでこういう歴史に触れながら今日は特にこういう終戦記念日ということもございましてあの戦争でお亡くなりになった方、えー、その家族の方とかのご冥福、えー、いろんなことをお祈りさせていただきたいなと思います今日はこちら水功がお手本にしたモーリスこちらを皆さんと一緒に見させていただきました本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。